ゴールキーパーが伊佐志楓、そしてディフェンダーは4人です。右から宮迫玉美、大橋美代、畑中美優香、そして下條彩です。ダブルボランチはキャプテン夏舞子と、そして松永智恵、左右に開きまして、右に鈴木香子、左に松永芳恵、ツートップは端まどかと、そして杉田亜美が入っています。ゴールキーパーが山下彩香です。ディフェンダーは4人です。右から清水梨沙、岩清水梓、キャプテンです。そして村松智子、有吉沙織。今日は坂口瑞穂が帰ってきました。その右には植津純美と、そして左に原夏子、トップの位置には田中美奈美、右に杉田凛、そして左に長谷川由衣が入っていますに臨んでいるという、そんな話も聞いております。ここは長谷川です。長谷川、間を抜いていった長谷川、さあ縦にボールを、裏を狙って、田中美奈美はシュート。今季6得点絶好調、田中美奈美シュートを見せてきました。やっぱね、あの長谷川由衣選手のカットインのドリブルですよね、しっかり那須選手のコースに入って、あのプレッシャーはをかいくぐってのこのスルーパスも素晴らしかったですね。そして田中美奈ですが、当たり負けません。最後はシュートまで持っていきました。カットしたボールですが、これも伊賀です。杉田中に入れる、このボールが通った、一度後ろに下げていく、遠い距離から狙っていった、これ今かなり距離ありましたけれどもね。そうですね、しかしこのようにシュートを打っていくというのはチームのリズムとすれば大切なことの一つと言えるのかもしれませんね。シュートご覧いただきます。先ほどあの本当に、ね、大きなピンチを迎えたんですけれども、もう一人いる、そんな選手ですもんね。いたボールはこれも長谷川がうまく前に出していく、田中美奈が走っていく、このボール胸トラップ、シュート、2本目、これもまた惜しいシュートでした。長谷川選手も、そしてその前うまい、いいとこ見てますよね、素晴らしいパスですね。左足で少し、ね、インカーブをかけたようなボールでしたね。はい、もう伊賀も引き手2人がかりで十分な体勢でシュートを打たせないようにという、そんな守備が見られました。この辺り日テレもうまくボールをキープしている。こぼれたところ、これは長谷川です。さあ日テレ左サイドに出す、有吉が上がる、中央には2人、さあエリアの中に入って、クロスだ、最後は体を投げ打って大橋が止めました。この辺りも動きが、ね、非常に機敏です。そうですね、宮迫選手なんかも、ね、本当1対1強い選手なんですけれども、はい、この辺りも身を挺して、もう大橋選手はキーパーの前の最後の一人というような、一度原がボールをつけ、さらに左サイドに流していく、長谷川、鈴木がつくが、長いボール縦に出した、さあこのボールキープできればチャンスとなりそうだが、隅田対田中の争いでした。もうほぼ同世代と言ってもいい2人なんですけれども、この畑中選手は同世代には絶対に負けたくないという、多く縦に置く、このボールがキープできそうです。さあ端です、右には鈴木が、端のロングシュート、かなり遠い距離から狙っていきました。力強いシュート、もうゴールが見えたらどんどん打っていこうという、そういう形ですかね。そうですね、あのすごく良かったと思いますね。キーパーも出ていましたし、よく見ていましたね。はい、今シーズン初めは1得点、その1得点はまさにそのような形でしたもんね。キーパーの位置を見て、はい、遠い距離から決めたという、そんなゴールもありました。端のシュートでした。しっかりと状況を掴んでいます。今度は畑中です。畑中対隅田、畑中キープ、チームとも力が入る。ここに原が絡んだ。日テレ。さあクロスが入るが、一人選手まだあるぞ。坂口シュート決まった。日テレ先制、1対0。落ち着いてますね。最後は落ち着いて、流れてきたボールを坂口がしっかりと決めました。日テレ先制、1対0です。ここもね、本当に
ね、球際のとこ厳しく最後まで諦めずにね、よくつなぎましたよね。ですね。あとはね、このシュートですけれども、どうしてもゴール前になるとね、はい、力んで足を振ってしまうんですけど、ここで、ね、インサイドで当てるだけですよね。はい、まあ、本当にコースも素晴らしいですよ。突きがね、こう勝ってる。タビにテレボール、岩清水に送って、左有吉縦に送って長谷川です。長谷川にボールが通った。宮迫がつく。長谷川左から抜きにかかるか。フォローの有吉へ。さあ中央には3人がいるが、有吉クロスを入れる。ファーサイドヘディングシュート、決まった。これで2点目。また坂口です。これで6点、リーグ6得点目ということになりました。ちょっともう坂口選手止まりませんね。そうですね、今も確実にヘディングシュートを決めていきました。まあ、ここで、ね、粘ってこう有吉選手のところに、どうしてもディフェンスライン集中してしまってますよね。はい、どうしてもボールウォッチャーになって坂口選手フリーでしたね。なでしこジャパンコンビの得点見られまして、日テレベレーザこれで2対0、2点のリードとなっています。そして最後のヘディングシュート、確実にコースになってますね。なかなかキープできないですので、そうですよね、まあ、しっかりね、こう中盤を経由してつないでもらいたいですね。右サイドから出していく清水だ。これは間に合うか。清水ギリギリのところ、間に合った。一度戻して、さらに組み立て直す。岩清水が縦に大きくボールを入れていく。これキーパー弾いた。坂口目の前、中に入れてシュート。最後は田中左足で狙っていきました。力強いシュートだったんですが、これは、ね、田中3本目でしょうかね。そうですね、決定機ね、3度目でしたね。まあ、今のところもね、坂口選手自分でもいけたと思うんですけれども、はい、まあ、田中選手にというところあったと思うんですよね。さあこのボールですが、日テレボールです。長谷川が収める。縦に送って坂口、さあ田中に送ったスルーパス、これが取った。1対シュート。今のはナイスキーパー、伊佐知橋着きましたよね今。いや本当に勇気を持って飛び出しましたね。そうですね、スルーパスが通る。1対1、よく右足を出しました。伊佐知はファインプレー。さあ日テレボール、長谷川縦に出していく。有吉が走る。中央には田中がいる。その田中に送ったシュート、坂口。このボールは宮迫、いや坂口が奪った。強いですね。ですね。上辻がよく見ている。スペースに上がっているのは有吉です。中央には2人、一度長谷川でつなぐ。そして長谷川左足のクロス、シュート。バが抑えました。これはジャストミートできませんでした。隅田、清水縦に送って、原がこの辺りもうまく絡みます。そして中央から長谷川、これはイガボールになった。さあ8です。しかしすぐに原が詰めます。再び日テレボール、坂口、ボールがこぼれる。原失いませんね。右サイドを使っていく。このボールが通った。中央には3人いる。クロスを入れられるか。一旦キープ。宮迫抜きに行った。このボールはしっかりと村松が対応していました。しかしまだボールは生きている。さあシュートまで持っていけるか。シュート、ブロック。ご覧いただきました、もう汗びっしょりです。うまく園村が奪った。さあ園村左から仕掛ける。さらに抜きにかかるが、今度は端です。力を地方につなぐ。再び端縦につないで園村、スライディングカットは清水。さあシュートだ。キャプテン那須のシュートが見られました。こういったシュートからどんどんリズムを変えていきたいですね。そうですね、まあ、本当園村選手なんかも積極的にプレーできていますし、縦に園村を狙った。さあ早いぞ園村、中には2人いる。クロスを入れられるか。低いクロス、端ゴールに背を向けている。さらにボールを流してシュートまで、シュート狙った。バーに当たる。いやノイチのシュート
決まったかとも思われたんですがね、バーに当たりました。非常に惜しいところでした。いやーね、完璧なね崩しでしたね。繋いで繋いで最後はノイチー、わずかにキーパー山下が触れたか。もう悔しそうです。はい、右足でのキック、今度はニアを狙ってシュート、ブロック、再びシュートって言いました。伊賀、岩清水、縦に送った上辻が走る、そして桐生も走る。その桐生がキープできるか、大橋もその進行を防ぐ。いや、力が入りましたね。これは有吉、中に送って高い位置でそのまま奪って、そのままシュートだ、どうだどうだ、外れた。高い位置で奪っていきなりシュートを放ったんですが、惜しいところでした。そうですね、よく狙ってましたね。ですね、もう奪ったボールダイレクトでシュートを放ちました。例を園村選手見せていると言えるのかもしれません。その再びシュート、かなり遠い位置だが外れた。もうちょっと気持ちがね、本当溢れんばかりという、エリアからかなり遠い位置で狙っていきました。そして杉田、縦に送った、その村に送る、左サイド園村キープ。さあスピードの勝負です。村松対園村、村松カット、そして一度ボールを出しました。さあ8です、グロリアに送る、今度は日テレ、縦に送った、このパスが通る。いや、桐生早い早い、1対1だ、シュート、伊佐志に戻す、再び日テレ、縦に送った、長谷川まだ来る、シュート、これも伊佐志ナイスキーパー。もう畑中がつく、これは奪った。さあ畑中対モンキだが、畑中早い、畑中一気にハーフウェイラインを越えていく、そして中に一度つないで鈴木まだボールをキープ、そして右サイドに流す、鈴木は中央に行く、左足シュート、エリアの外から最後は端、左足でシュートを狙っていきました。今も鈴木が中に入っていました。そして端につながった、もうシュートをまずは打つという感じでしたかね。そうですね、まあ、エリアの外に出て、おっと、これが高い位置で奪われた、もみきです、もみきドリブルで抜いてくるか、右には上辻がいる、その上辻クロス、キーパー届かない、ゴールラインもありました。グロリア選手の身体能力を生かしてという部分がと見られませんね。おっと、こぼれたボールはその村です、そのままシュート、お、今のは手に触れたように見えました、ハンドですね。村松選手、今は右手に、そしてイエローカードが村松選手に出ました。その村がシュートに行ったところ、右手が当たってしまったというか、杉田が鳴りましたと、岩清水がちょっと出てしまった。これで岩清水も今イエローカードが、これで岩清水は3枚目のイエローということになるはずです。この試合以降はワールドカップのために一時中断されますなでしこリーグ。さあ杉田です、狙った、壁に当たる、まだ試合は続いている、ノイチだ、縦に送る、しかしキーパー山下キャッチを抑えました。そして長いホイッスルが吹かれました。上野運動公園競技場で行われておりました第9節伊賀フットボールクラブくのいち対日テレベレーザ、試合終了0対2、日テレベレーザの勝利で終わりました。いや、終わっていれば坂口の2得点そのまま0対2という形となりました。はい、そのパスの精度の差がね、今日の差っていうものになっているんだなというのをね、見ていて強く感じましたね。でからもどんどんですね、自らのこうなんて言うんでしょう、日テレに奪われずにつないでいくという、そんな動きもこれから先中断後見たいですね。そうですね。